荷物列車。荷物列車とは、列車の種類の一つで、主に鉄道小荷物などの輸送を目的に、設定されていた。列車の区分としては、旅客列車に含まれる。日本国有鉄道、国鉄で、全国規模で荷物列車の運行が行われていたほか、私鉄でも、専用の荷物列車を設定していた例がある。これに使用する車両は、荷物車と呼ばれる。 手荷物や小荷物はもともと旅客列車に併結された荷物車で運ばれていたが輸送量の増加や積み下ろしのための運転時分への影響の配慮から価格分離が考えられ1929年9月15日のダイヤ改正から東京大阪間に初めて荷物列車1往復が設定された主要幹線では専用の荷物列車が運行され 同時に普通から特急まで多くの旅客列車にも荷物車や半出荷物車が決されていた。また逆に荷物列車に極少数の客車を連結したものも一部には存在した函館本線など。さらに荷物輸送を行う列車では郵便車や郵便荷物合わせ作りの車を連結し郵便物の輸送も合わせていくことも多かった。国鉄の荷物輸送量は 道路事情の改良や貨物自動車の高性能化などによって1963年度の1億5847万個をピークに以後減少し、1984年度には3745万個に落ち込み、鉄道省荷物制度が宅配便に押されて廃止されたため、例外的に残った後日の新聞輸送列車を除き、1986年に運行を終了した。 鉄道小荷物制度が廃止され、荷物列車が消滅した後も、東日本旅客鉄道、JR 東日本東北本線、宇都宮線や高崎線では、昼過ぎの下り旅客列車の最後部一行、一号車、内をカーテンで区切る形で優を、沿線のキオスクや新聞販売店向けに輸送する列車が運転されている。2018年3月17日大改正では、 上野市発 541M839M が該当する。新聞搭載スペースは乗務員室よりの半分を使用する。また、211系が使用されていた時は一両丸ごとで、便宜上トイレは2号車から移動する形で利用できる、使用していた。かつては、JR 東日本内房線、外房線にも、新聞輸送同盟会の貸切で、 総武本線両国駅発の遊館新聞を輸送する荷物列車、列車番号に二千三百三十一 m が運転されていた。九百九十六年十一月三十日までは、両国駅で在京市など七車分の遊館約一点七トン分を搭載した荷物専用車、雲湯に百四十三系を千葉駅まで走らせ、内房線、外房線列車の後部、 千葉方に連結して運行されていが、同年12月1日のダイヤ改正以後は113、計4両編成2本、8両編成の旅客列車の最高尾車用、千葉方を荷物専用、他の車両へご乗車くださいと書かれた、近底幕で締め切って、新聞搭載スペートし、両国千葉間での客扱いは、那須千葉駅始発の4両編成の列車に連結。 8両になって運転されていた。折り返しは、近定幕を外して、通常の旅客列車となっていた。千葉駅到着後は、外防線方面14時11分発安房、鴨川行、列車番号 269M、千葉方の4両が、茂原発の4両編成と連結、内防線方面14時26分発安房、鴨川行、列車番号 187M、 両国型の4両が一旦クロスな信号場まで引き上げた上で列車番号 2332M2333M 機密発の4両編成と連結となっていた。当然ながら有観の発行されない非祝日、年末年始は運休となり、このような場合は幕張車両センター千葉間の回送列車列車番号会 8269M として 運転され、蒸気の手段で分割されていた。しかし1990年代後半から、東京湾、アクアラインや立山自動車道などの開通で、道路事情は大幅に改善されたほか、新聞社も地方都市に現地印刷工場を建設、内しは地方紙などへの委託による現地印刷開始するようになり、列車による新聞輸送のコストの高さ、8両借り切っているものの、 使用しているのは2両だけであり、残りの6両は、有車扱いになるも手伝って2010年3月13日のダイヤ改正期にこの新聞輸送列車は廃止された。東海旅客鉄道、JR 東海では、飯田線、三延線、御殿場線、東海道本線で、車内乗務仕分け、旧、二扱い車称を、東海交通事業、駅での乗せ下ろしと仕分けに扱いを、 東海整備に委託し、電車1両の半分をを仕切るる。で、新聞輸送を行っているこのほか、名古屋鉄道、遠州鉄道、大井川鉄道、近畿日本鉄道、伊豆箱根鉄道寸図線、伊豆急行線、JR 伊東線でも旅客列車の一部を使用した新聞輸送が行われている。いずれの場合も車両、または区画を分けるということはせず、 ただドア近くに置くだけである。2010年代以降は地球温暖化に対する環境負荷の低減やドライバーの労働環境改善を目的とし宅配業者と合同で鉄道による荷物輸送を導入する鉄道事業者が増えつつある。これらの荷物輸送をバスと合わせて価格混載と呼ぶことがある。京福電機鉄道、ランデンヤマトミは 京福の西院駅と嵐山駅間で2011年5月18日より電車による宅急便の輸送を開始した。輸送は西院駅車庫から嵐山駅まで荷物輸送用の旅客車1両を旅客営業車両に連結する形で行っている。また、北越急行と佐川急便が北北線路6以下、町駅と裏側ら駅間で 宅配便の荷物と旅客を共に運送する列車を2017年4月18日から運行を開始した。2016年9月からは東京メトロ有楽町線及および東部、東上本線において東京メトロ、東武鉄道とヤマト運輸、佐川急便、日本郵便の5社が共同で貨物専用列車を走らせ宅配便等の輸送を行う実験を行っている。 長良川鉄道は、大和運輸と合同で、2018年2月21日から、関駅と南狩安駅の間で、課客混載列車の運行を開始した。こちらは、荷物の積み込みは、長良川鉄道が担当し、警福と異なり、列車内に、大和運輸の社員は乗車しない。北海道旅客鉄道、JR 北海道。 東日本旅客鉄道、JR 東日本、西日本旅客鉄道、JR 西日本には2018年4月1日現在11両、大井川鉄道、市畑電車には2017年4月1日現在5両、荷物を表す2を称する車両が席を有している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。